うなぎ。うなぎ。やば。マジ。いやっとぜ。あ、ごめん。あれ、あ、いやいやいや。イカチー。ちょっと、めでたい。うわ。三勝もらいます。すごい。いや、ちょっとおめでたいですね。すごいぞ。やばすぎる。いいね、うなぎってやっぱいいよね。シーハーちゃん。シーハーちゃん、あ、シーハーちゃん今思いすぎちゃった。違う、なんだろう、足りなかったら入れろってことついてるでしょ、これ。なんかついてそうよ。どうなんだろう、かけた方がいいか。いや、でも向こうがやってるってことは、いや、もう行くよ、俺は。うーが、やっぱもう、あ、ち、やっぱこっちのやつって違うのかな。かけた方がいい、かけた方がいいのか。ちょっとでも一回くぐらしてるでしょ、これ。まあ、味はついてる。あ、うまっ。おいたれみたいな、こういうね、醤油の強さがあるやつだ、うん、いただきます。ヤンブンは3食かな。3食食いたい。やっとここら辺のやつ食えるようになってきた。いや、待って大変だった。何で、ね、それまで何でしないでさ。カレー飯。カレー飯、でもここ3日間ぐらいだけでもうナダルさんが食べた量超えてナダルさんめっちゃ食ってるかわからんから、うん、CM 行きます。うん、よっしゃ、うめえ。うわ、うなぎって久々に食う。うなぎの柔らかさ、うーん、うまっ。やばちょっと、めでたいね、おい。うん、うなぎっていいよね、やっぱ、めでたい。うん、食える感じだった。うーん、うまっ。あ、うん、めえ。おね、あ、マジうめえ。おいしいね、うなぎって。久しぶりに食べたな。こんな柔らかいっけ。うん、うん、本物だ。うん、うん、うまい。まだ左側で噛めないな、あんまり。うん、いや、この歯茎腫れてさ、うん、あの全体の LINE グループになれたね。うん、うん、近い感じ、うん、渡りピークの時とその次の日みたいな、うんうんうん、本当に一度も反応しなかったの高いだけだった。マジでそれはね、マジでやばいな。いや、それ本当に、ね、連絡来ないね、これ。なんでこいつ、モンチョの時俺があの秒速で返した上に文句言えたんだろうって、うんうん、いや、めちゃめちゃ思った、それは。でもひどいよ、あれは。絶好の上チャンスだね。そうそうそう、上を返るだけ。いや、マジでそうなのよ、うん、これは本当に言おうと思ってた。やばい、うん、だから気持ちが分かった、変よ。どういう、どういう全然分かってない、うん、高岩だって俺だって返してあげてるもん、うん、いや、あ、変よ、気持ちは分からんかったけどどういう意味、どういう、何言ってんの、さっきから。だからちょっと、いや、マジで、あの、だいぶ遅れた後に見たいの、うん、寝てたから、うん、で、なんか返そうと思ったけど、うん、なんか恥ずかしくなっちゃって。あと、その盲腸はさ、うん、いや、わかんない、歯肉炎も なった人じゃないか分かんないんだけど、うん、やっぱ腫れてるのが、うん、おもろかったじゃん。いや、だからいくらでも回収はあったとかね、うん、いや、俺なんか、うん、ストリートファイター負けた時じゃんとかさ、うん、マジマジであれはミスった、うん、気づいた時にもう話終わったからさ。終わったっけ。そうね、俺が見た時に、いや、だから俺2日間に分けてるあれっつって、高い上チャンス俺見逃してるから、2部構成のやつ、めちゃめちゃミスっちゃう、ほんとごめん。でも分かってはいた、ここ絶対俺返さなきゃダメだって。いや、そうだね。で、言われるだろうなって思ってた。返せなかった。あれやばい。やばい。どうかと思う。人として、人としてな、うん、なんで秒速の上に文句言えたんだろうって、やっぱりまさか逆転すると思う。上をやり返せたじゃんな。いや、そうなんだよな、マジで。今返しちゃえよ、じゃあ。ちょっと間に合うか分かんないけどさ、間に合うか分かんない。俺の携帯そこにあるんだよ。撮ってるからさ、今さ、口頭でいいだろ、口頭でなるのかな、ちょっとブーツ伝えてあげたら。今のラインであれか、そうよ、そうだ、ブーツ
ま晴れてねえかなって思った。うわ拾えてる今の。うわあれはあの速度だったから上で成立してんだけど、うん、いや成立はしてないけどなあれしてるよね。うん、おもすんごいスピードで、ね、ふざけてぶっとかしちゃう。そういうことですよ。うん、で心配がどうとかじゃないよ。あれあまりでしたな。でもこの動画見てる人は高いそういうやつなんだっていう。まあ、しょうがないね。そう。そういうやつ、そういうやつ同士のコンビだってなってる。まあそうだな、ね、俺だけじゃなかったそれは。うん、お互いに、絶対無視はしないと思う。無視はしない。いや、でもね、あったわ一個。何あったわっていうか、うん、いや、そのフェニーから、その個別に、うん、結局どうなのみたいな、うん、結局、今どうなのみたいな、うん、ライン来て、うん、でまあ今日何の時もうちょっと時あ、かかるね、うんうん、で、いやだから病院行って今こんな感じで、うん、だから今こんな感じだわ、うん、で、無視されたで、これは、うん、無視っていうか、うん、その前々日、うん、まあ2日後どうなったか、うん、教えてっていうふうに俺は言ってた、うんだからまずこいつが出してないのよ、その状態を。そのスケジュール組まないといけないのに、うん、出しておっせえなと思って送ってるから、うん、もうワンペナの状態でこっち来られても困るのよ、そんな。いや、俺でもマネージャーに言ってたわな。え、ワンペナですって。マネージャーに、うん、じゃあこっちのスケジュール組めないマネージャーに言われても知らねえよって話だ。ちょっとその武器じゃ弱いな。あとなんかなかったかな。本当にやるなら空港で牛丼食うぐらいしないとダメだよ。タクシー置いてかれたのも気づかったな。でも置いてかれた、置いてかれた。タクシーで、うん、俺一人出たの。もう詳しくどういうこと置いてかれたってどういうこと。いや、だから盲腸全盛期の時に置いてかれたじゃない。タクシー2台用意してもらえなくて1台で、うん、どっちかの家先行ってから家帰るみたいな、うんうん、した。でどっちも距離が同じくらいと思って、その現場から家までの距離が、うんあどっちもうちが近いと思う、自分の家が、うん、俺は俺の方が近いと思ったから俺の家行ってから君の家行って。でもフェイも多分自分家行ってから池袋の方が近いと思う、近いと思って、うん、実際めっほんと近いんすよ、どっちも分かんないぐらい、うん、本当に、うん、っていうので俺はそのだからまあ1台でタクシー用意してもらって、うん、でまあ普通にうちからだと思ったら、うん、いや、うちからの方が近いでしょみたいになって、うんうん、近いと思ってるから、うん、で、そうそうそう、で、いや、でもうちからの方が近い、俺も思ってたから、うん、どうしますみたいになって、まあじゃあ、赤羽からでいっかって、うん、で、そこは池袋から行ってほしかったなって。いや、それはもうニコ生でも言ったけど、うん、言えばよかったじゃん、それをマジで痛いんですっていうのを。でそこは高いクール取ってんだから、いやクール取った上でそのいい方取ろうとしちゃったんですよ。いや俺でもフェニーの前で「いてたたたた」って言ってたのずっと「いて」ってめちゃめちゃ痛そうだったでしょ。でも収録中の配慮見た、うん、えいやディレクターさんとかにさ、うん、ああまあそれいやちょっと高い映ってない時は寝てていいですかあいつ横になってていいですかみたいな、うん、やってんのこっちは、うん、ちゃんと配慮ね、うん、もうたまんなくなってもう出ちゃったの。やべえっつって。僕
でも収録終えてみたら意外と高い大丈夫だったなと思ってたよ。めちゃくちゃ痛かったよ。言いなよ、タクシーの時に。めちゃくちゃ痛かった。いや、もうなんか痛すぎて、うん、もう考えられなかったんで、もう。早く、早く帰りたい。うん。でもこの話してる時間すらもう嫌だって思うくらい痛かったから。なるほどね。そうです。だんだんずっと噂だし、俺がその辺言われてないことを俺は配慮するほどの人間じゃないからよ。確かに。それはもう10年で学ばないところ。全然言ってよって言われてた、うん、もうちょっと、もうちょって見た目に変化全くないんだよ。ないか、ないか、ね、マジでなか。だからもうなってないと何とも言いづらいよ。そうなんだよ。だからなってた人はやっぱ分かったもんね、気持ちが、うん、だから、うん、変身の頻度と回数で経験者はもう語ってたもん、ね、うん、情報では勝ってたからな、やっぱこっちは情報で勝ってた、ま、ずっと言ったけど情報で勝ってた、ずっとやりとりであったね。そうそう、情報で勝ってるの意味がずっと分かんない。安心しろ、情報では勝ってる。病院とかで、その夜間でやってる病院とかで、そうそうそう、もうリテラス、それ高いだけじゃなかった。え、いや、この前だからその俺が、うん、あの完全腫れてて、うんうん、すいません休みますみたいな、ちゃんと全体に送って、うん、3人での時かな、うん、うん、あって、うん、太郎が出ていくときに、うん、俺まだあのその動画のスケジュールみたいなやってんのよ、うん、あでそこ通ってくる太郎は、うん、こうの時にこっちやってうわ腫れてるってだけ言って帰ってくる。いやそれはそれだって感想述べてでもにわかに信じてくれなかったら本当に腫れてんのかって。だってお加工ってる、加工してる、加工してますよ。確かに今の加工技術だ、すごいな。やるし、だからそういうの、だから、どうせ嘘ついてんなと思って、パッて見て、あ、腫れてる、あ、腫れてるねって言って、行きました。そう。だ確認だ。確認しました。じゃあ、もう一個あったらよかったよ。だから、腫れてるね。うん、大丈夫、うん。なんかいる、わかんないけど。帰りなんか買ってくるけど。うん。あったら、お、太郎、さすがだなって思ってたけど、うん。俺がそこまで言う人間だってないから、そこまで言う人間じゃないから。やる人間だよね。それはやる人間じゃないか。それちゃんと確認して、あ、いけてんなっていう、いけてんなってなんて。いけてんな、いけてねえ、マジむずい、全員全員むずい。そういえばさ、そのフェニがそのハイタで一個そのコンビの仕事を休まなきゃいけない、いけなくなって、俺一人で楽屋っていうかその現場に行ったんだけど、うん、あのみんながあの写真を共有してて、スタッフさんが全員スタッフさんがあのフェニの晴れた写真を、うん、もうなぜか持ってて、多分マネージャーが現場の人たちに送ったやつを、うん、だからまあこれが原因で、うん、あの今日休みますっていうのを多分みんな共有してる。見せんのは分かるけど、なんで共有してんだよ、みんなで。共有してるし、共有してない人にみんなにとのなんか面白画像みたいな感じで、今日フィンさんこんな感じなんて出るのよ。みんなこれ見せてたのか。で、多分収録終わってぐらいの時間からにやっぱ LINE 来て、うん、これ番組で使いますねってなって。なってたね。そうそうそう。アメリカの学園ドラマのやり方もだ。そのいじめられる前のやつ。もう学校中のやつが広まってんだよ。みんなでやる。うん、いいけど。なんで笑ってんだ。なんで笑ってんだ。いやもう申し訳ないけどさ。うん、え、今日フェニー来ないの？フェニー来なってる。速攻でもう画像で説明するっていう。フェニーはこんな感じ。スタッフ全員が持ってた。会員のまあまあ、とどぼりなく、だからそのぐらいしかいないゲストとかには申し訳ないけど、うん、まあね、まあ、みんなもう先輩にもそうだけど、うん、でも報告、連絡、相談をもしていかんと、今後もほうれんほうね、ほうれんそう、しっかりしていきます。一人一人が意識していこう、これは、うん、
ちょっと食べ終わったことやるか。すみません、報告です。はい。お腹がいっぱいです。あるけど、ここまで行ってのお腹いっぱいあるよ。めっちゃここまで行ってのお腹いっぱい。早く行ってよ。あ、報告です。そうですね。ですよね。さっきお茶を取りに行った時から分かってました。うん、進んでね。だから、俺雨はもう終わってんなって思いながら、もうめちゃめちゃ限界でしたね。けど、それでもうなぎ行きたかった。うなぎ行きたかった。そう、こっち取り分けできないからね。そう、取り分けできないから、取り分けできないから行っちゃったもんはな、うん、高井もそんなお腹空いてないし、そう、俺今日昼ご飯食べたから、うん、俺サロちゃんがめちゃくちゃ腹減ってて、うん、行ってみたら俺も危なかった、ギリギリだった、うん、意外と量あったんだよ。よくある、腹減りすぎると逆に食えない。あれに落ちました。うん、あれでした。いや、なんかやっぱあのうなぎの金額見て、うん、そんな入ってねえだろっていうあれがミスった。うん、ちゃんと入ってたな。めちゃめちゃ入ってた。満足度高い。満足度高いわ。すごいわ。うん、めでてえわ、うん、めでてえ、めでたいんか飯、うん、うなぎってやっぱそういう時だよね、うん、うん、いつ上がるのか分かんないけど、うん、今日クリスマスだもんな、本当は。ややこしい。やっぱうなぎ食わないよ、クリスマス。食わんない一番離れてる日うなぎとクリスマス。確かにクリスマスの日うなぎって売れないんだろうな、うん、一番尖ってるだろう。うなぎクリスマスだと。どうも結びつかんもんな。うなぎケーキとかないし。うん。どういうこと？うなぎ食う文化ずっとあったもん。うん。うなぎってでもいつがうまいんだろう一番。寒い時。もうなんか冬とかやる。水辺のやつ全部寒い時のイメージなの。油乗ってるっていうイメージ。そうなんか暑い時うまい魚っていいの？あの基本そう冬で、あの油を貯めるからね、うん、脂肪蓄えるからうまくなる。夏でうまい魚いねえか。北海道の夏はね、食べてた。北海道の羊。冬は人んちのやつ、ヤギ。パクってきたヤギ。羊とヤギ。魚の話してんだよ、こっちは。うめえぜ、でも。うまいけど、羊うめえぜ。ちゃんと家族みたいだな。ジンギスカンとか次は。あ、そう、ジンギスカン持ってくの忘れた。あ、そう、もう。そう、冷凍のあげようと思ってた。マジ、冷凍庫で埋まってる俺ちの、うん、ジンギスカン、この授業は。最高だな、マジで。あの鍋、もう普通に一般的に売られてるよね。あの、このジンギスカンのやつ。そう、あの、油落とす形が普通の肉焼いてもいいみたいな。縦の、縦のあれでしょ。表面の縦みたいな、縦みたいなやつ。そうそうそう。なんか水入れたり、水入れたり、煙を抑えるやつ。これマジで北海道の人全員持ってるからな、基本的に。え、それは成人式の時とかに一人行こう。一人、いや、一回に一台成人式で持たされる。あれさ、マックスどんだけでかいの？なんかあれ、あれなんかサイズ、あ、でもサイズは、うん、え、でもうちのは直径こんくらいかな。え、そんなもん？うん、これ何？縦？直径横にしたってことでしょ？そう、こうしてとか。そんなもん？あ、でもこんなもんのイメージが全部、うん、で、一人暮らしとかそのあんまり食べない人はもう一回り二回り小さい、大きいのあんまないな。でもさ、大きくあっても別にいいわけじゃん。大きくあってもいい。大きい方が良さそうです。大きい方がいい、まあ、表面で肉焼いてこっちで野菜切るから作ろうよ。うちの親父の実家のさ、うん、岩手、そのみんなで食うところ、うん、もっとでかい、もうこれの6倍ぐらいかな、テーブルで真ん中開けたらもうなってて、ジンギスカンのやつ、まあ取り替えれたけどなってたの。それは大きさどうか。それも、うん、こんなもんかな。俺だって一番端からいても続けた。同じだったな。一番端からいてもあの届くぐらい。そうか、同じぐらいか。一番端から行っても届くぐらいが全然ピンとこなかった。本当？どこか家族テーブルのサイズが分かったから。これの6倍ぐらいか。大体。でけえな。でかくない？これの6倍ぐらい。でけえな。じゃあマジでこれくらいないや、本当だよ。これの6倍でしょ。真ん中にあって。そうそうそう。それさ、上に吊るされて下隅のやつだろ。全然想像できない。横に刺して魚とか。なんかめっちゃでかかった。これの6倍で手届くって相当でかいよ。そう。想像全然つかなかった今。で本当にこれを6つトン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 って
でかかった。で、端からどんくらい本当に。あ、でもピンピン。ピンピン？うん。で、こうだろう。だからもう、こんくらいだ。こんくらいだ。でけえ。あ、でもなんかでかくなった。でか鍋だな。こんくらい。うん。報告です。はい。食べ終わりました。かかりましたね。はい。かかりました。なんとか。食べられました。すっごく美味しかった。羊とヤギいなかったら足りなかった。危なかった。だから本当によかった盛り上がったよと思って。よかった盛り上がったよと思って。あんま盛り上がんなかったけど。あの給食の最後のこの気持ちになっちゃった今。最後危ない。波あるね本当君は。すごいある。食える日ともう食えない日めっちゃある。そうすごい。食える日と打てない日あるみたいな。そうそうそう、うん、調子が高かった。そうか。よっしゃ。よし。あ、寝よう。よし。じゃあ次銀だこ頼もうかな。そしたらマジで行こうぜ。行かないよ。行ってみろよ。行かないよ。やってみろ。行ってみろよ。行かないんだけど。行かないんだけど言うやつ。銀だこ好きなの。好きだからね。好きだ。めっちゃ好きなんだけど。今日は違う。